中年オタッキーです。今日は長らく、ニコンファンの皆様長らくお待たせしました。ようやくね、私の動画に登場する初のニコン、ニコン F501 です。このカメラね、とりあえずニコン買ってみようと思って、まあ買ったんですけど、オークションで1000円だったかな、1100円だったかな、もう忘れちゃった、ちょっと前になって、でレンズのにカビもなく、レンズはね、当時の、大流行した35-70のズームレンズ、ものすごくね、これね、AF オートフォーカス、銀塩のカメラがオートフォーカスになる前後に、すごく流行した価格、35-70。実はね、今使っても結構使いやすいです。スナップ写真とかね、家族写真を撮るのにすごく使いやすいレンズがついて、1000円ぐらいで買ったものなんですけどもね、これのね紹介をしてまいります。それでは本編スタート。ニコンのカメラをね、その緊急に紹介したくなった理由は、以前ね、ニコンがやばいっていう動画、上げさせてもらったんですけどもね、現状でニコンさんはやばい状況からは脱しつつあるらしいです。ただね、カメラとかその映像機器を売って、その機器を出して、機器の状況を脱出したわけじゃなくて、なんか検査機器とかね、他のジャンルのもので利益を上げてね、機器を出しているような感じで、カメラが売れてるわけではないようです。機器を出したのにはもう間違いないんで、そこまでその、なんていうんですか、ニコンさんをプッシュする必要もないといえばないんでしょうけど、ただあんまりカメラとかが売れなくなると、ニコンっていう名前だけ残ってカメラがなくなるという危険もないことはないだろうから、売れるに越したことはないでしょうね。で、中古を買ってもね、ニコンに貢献できないっていう方が結構いらっしゃったんですけども、僕はね、お金もないんでね、ニコンのカメラ新品で買うことはできないと思うんで、そんなに貢献はできないんですけど、例えばね、このカメラを買った時にね、レンズの前後キャップとかね、ボディキャップをね買ったんですね。でこれ全部で2000円弱ぐらいになってきたのかな。ほんまにへみたいな金額ですけど、例えばこれ1万人がやると2000万円になるね、2000円が1万人だから2000万円になるわけで、利益も700-800万ぐらいニコンに入るでしょうからね、お店とかの中間マージンを取ってもね。だからやっぱ買わないよりは買う方がいいに決まってます。で僕の動画を見た人が、例えばF501 を中古で購入して、でストラップが付いてなかったらね、ニコン純正のね新品のストラップをね3000円ぐらい出して買ったりする人もいるでしょうからね、ニコン応援ねすることになっていくと思いますよ、ちょこっとでもね。そんなしょうもない話はどうでもいいんですけど、このね F501 ね、俺ちょっと使ってみて相当気に入ったんです。何が気に入ったかっていうとね、パッと見てわかるでしょうけど、昔っぽいんですね。その昔のね、そのフルマニュアル時代のカメラの構成で作ってあるんです。だ液晶モニターもないですしね、ほんでシャッタースピードダイヤルがあったりとか ね、で、それ電子ダイヤル、がないんで、絞り優先オートにするときはね、この絞り輪でね絞りを決定する必要がある。この辺もいいですし、でマニュアル操作のときはもうこのレンズの絞り輪とこのシャッタースピードのダイヤル、これで合わせる。もう昔ながらの構成なんですね。最近のカメラはね、電子ダイヤルでね、シャッタースピードとか絞り値を設定して、マニュアルモードの時もね、やることが多いんですけどね、僕的にはね、マニュアルで撮るときはこっちの方が好きなんですよね。なぜ好きかって言ったら微妙に難しいんですけど、マニュアルで撮ってる気になるんですよ。分かってくれる人少ない、もしかしたら分かってくれる人少ないかもしれない。確かにね、電子ダイヤルでね、やってるとね、
こうファインダーを覗いて電子ダイヤル回したらその情報が全部出るわけなんですね。でその方があの楽な時もあるんでしょうけど、あの電源切って置いててもね、もうシャッタースピードとね絞り値が見えるんです、これでこの状況だと。で僕はそれがすごく好きなんですね。あのそうなんですか、電源入れてファインダーを覗く前にすでにシャッタースピードの絞り値が分かってしまう。まあ例えばね、あの このこれからあとシャッタースピード250、絞り F8 で撮ろうってね、電源入れなくても設定できるんですよ。でマニュアルで撮るときは僕はこっちの方が好きですね。でカメラの性能的にはね大したことはないです。シャッタースピードはね4000分の1までしかないですし、なんていうんですか、こんな懐かしいものもね、これフィルムの巻き上げレバー、これねオートフォーカス時代にこれがついてるのは非常に珍しいですね。で、あのファインダーも暗いです、ぶっちゃけた話で。あのオートフォーカスもすっごく遅いです。オートフォーカス遅いですよ。なんちゅったらいいだろう。あのね、よいしょ、合わない、あった。これも暗くてね、暗い時はねやっぱオートフォーカス合いにくい、今のカメラでもちょっと合いにくいでしょうけど、この時代のカメラいよいよ合わないですね。で、あの合わせきれないよっていう時にはファインダーなのかでバツってマークでます。もうごめん無理みたいな感じで。で、まあマニュアルフォーカスで撮ったらいいじゃんかって言うんですけど、まあマニュアルフォーカスで撮るにもそのファインダーが暗い。その代わりね、あのフォーカスエイド機能っていうのがありまして、あのピントがあったらね一応丸マーク、これね多分ね、あの MF のね、AI ニッコールあたりでもマニュアルフォーカスのレンズでも多分これね、フォーカスエイド機能、フォーカスエイド機能ってね、ピントがあったら丸っていうマークが出る、が使えるのじゃないかなと思います。ちょっとね AI ニッコール1本も持ってないんで、なんとかねこのビデオを作るのにね、AI ニッコール落札できないかなと思ってオークションでずっと見てたんですけど、結局落札できずにね、もう100円ぐらいで負けたとか、そういうのを繰り返して、ああとうとう手に入んなかったなと、ちょっとその知ってる人がいたらね、もし知ってる人がいたらその F501 のフォーカスエイド機能はね AI ニッコールで使えるよって教えてくれる人が、いればいいんですけどね。あとね、結構ね、面白いレンズも使えたりします。例えばあのニコンさんはその F501 がオートフォーカスで最初、オートフォーカス時間の最初のカメラと思いきや、もう一個前があるんですね。F3AF っていうのがあるんですよ。ニコン F3AF、でニコン F3AF はね専用のレンズを2本、出してるらしいんですけど、その2本のレンズ、ニコン F3AF でしか使えないって思ってる方も多いんでしょうけど、実はこの F501 でも使えるらしいんです。現物がないんでやったことない。 F501 と F4 ではその F3AF のレンズが使えるよっていう情報を見ました。で、ここから先はね、まあ、ぶっちゃけレンズの写りですね。今回ね、F501 ヤフオクとかで出てるのを見ると、やっぱこの3570がついてるレンズが非常に多いんでね、参考になるんではないでしょうか。ちょっと作例を上げてまいります。作例をね、ちょっと4枚ほど、上げてまいりました。それでね、今回その35ミリ行きでほとんど撮っちゃったんですね。で、まあそれには一つ理由がありまして、この3570 35ミリ行きでは恐ろしい描写力を発揮します。もう単焦点にも全然負けてないんじゃないかな、それぐらいいいです。で、50ミリ行きでも結構使います。で、70ミリ行きになるとね、ちょっとね描写が落ちますね。まあ絞ればいいんでしょうけどね、ちょっと絞らないと描写が落ちると思います。
で、このレンズね、悪くないというよりはいいです。で、すごくいいです。で、安く転がってるんですけど、残念ながらね、現行の、デジタルの4桁シリーズとかには使えないみたいなんですね。で、ニコンさんがね、その今景気に陥ったとか、カメラの売り上げシェアが下がったとかいうのはね、結局はね、この F マウントだと思うんですね。確かにね、オートフォーカス時代に入っていくときにね、その F501 ではマニュアルフォーカスの F マウントのレンズがそのまま使えたわけなんですよ。で、キャノンはどうかって言ったら、EF マウントになって FD マウントのユーザーは切り捨てられたって。まあそうだったんですけど、その進化の過程でね、EOS のね、EF マウントはね、今でも全く同じ規格でずっと使えれる、もう先進のマウントになったわけですね。で、それに比べて、そのニコンの F マウントは、その古いマウントを使ってしまったがために、新しい機能を乗っけるときに次々と規格を変えていって、で、結局はね、こう使えるレンズと使えないレンズっていうのがどんどん出てきてしまって、わけがわからなくなって。で、そのニコンを選ぶ際に結局もうめんどくさいわけなんですよね。このレンズは使える、このレンズは使えないって言って、で、中古のレンズを買うときとかもね、ちゃんと調べなきゃわかんない。それだったらね、簡単にわかりやすい EOS の方を買っちゃおうっていう、まあ、気持ちもわかるんですけど、まあただね、やっぱね、さすがはニコン、このね、3570ものすごく描写がいいです。で、まあいろんなサイトでね、調べて、これすごくいいなと思って、他の人の評価を見てみようと思って、現行のね、キットレンズよりもね、描写がいいっていう人もいました。広角域ではもう絞ったらもうカリカリになりすぎるぐらい解像、まあ作例で挙げた写真でも分かると思うんで、かなり改造してます。で、まあフィルムカメラをね、楽しむ上で、そのフィルムっていうのはね、どうしてもね、なんていうんですか、400とかのフィルムを使うと解像が落ちるんでね、それを補うという意味ではね、すごくいいんじゃないでしょうか。そんな感じかな。このカメラね、本当にね、おすすめです。まあ、いろんなおすすめポイントが、まあ、さっき言ったそのシャッターダイヤルとか絞りとかもそうなんですし、この実はね、この巻き上げレバーもね、長巻きのフィルムを使う人にとっては、これ自分で現像する人にとってはかなり重宝するものだと思うんですよ。でね、一番のおすすめはね、これ乾電池なんです。これね、底の蓋を開けるとね、炭酸電池4本で動くんですよ。で、そのフィルムカメラ時代の特に AF カメラはね、リチウム電池のね、使い捨てのリチウム電池とか結構高い電池を使っていることが多いんですけど、これ炭酸電池4本なんで、炭酸電池なんかどこでも売ってますし、最近はね、ダイソーとか、その100均にね、その充電式の炭酸電池、が売ってます。で、これね、充電式の炭酸電池でね、使うとね、液漏れの危険とかもね、すごく減ってね、すごく使い勝手がいいカメラになると思います。これね、超おすすめで、このカメラすごくおすすめできます。オートフォーカスは確かに弱いですけど、じっくりオートフォーカスを合わせるっていう意味では、その風景写真とか、そういう、じっくりね、写真を撮りたい人にはね、すごくいいカメラなんじゃないでしょう。機会があればね、ぜひ使っていただければと思います。今日のまあとにかくね、その安く転がってます。で、注意点は炭酸電池を使用しているために液漏れでね、電池質がダメなの。これもね、実はちょっと液漏れしてて、電池質にね、腐食がちょこっとあるんですけど、まあ幸いね、電極とかには全然影響ないんでね、そのまま使ってますけど、その炭酸電池のね、液漏れでカメラがダメになってるっていうね、のがね、炭酸電池使用機はすごく多いです。で、購入するときには、まあ、そこを注意するという感じでしょうか。今日の動画は、そんな感じです。今日のニコンのね、動画いかがだったでしょうか。で、今ね、写真を撮り進めてるのでね、F601 も進めてますし、あと D100 ね、ニコン D100、3桁デジタルの第1号、この、ね、D100 もなかなかいいですよ。ニコンさんね、やっぱね、カメラの性能、レンズの性能、侮れません。すごくいいです。まあそんな感じです。で、次回の動画はね、ニコンさん行かなくてね、多分これだと思います。これね、200円で、ごめんね、200円で買った、おいしい思い出すみません、200円で買ったソニーのアルファネックス、
6いきます。まあ普段からねソニーのカメラ嫌い嫌いって言ってるんですけど、これねオールドレンズを使って撮るのにはね結構いいですよ。結構いいっていうか結構ハマってるかもしれない。まあそんな感じです。今日の動画でそんな感じです。まあね今日の動画技術的にはあんまり役に立たなかったかもしれませんが、気に入っていただければ、いいねボタンとかを押していただければと思います。あと写真関係の動画どんどんアップしていきます。特にね初心者さんにはね役に立つこと多いと思います。僕のレベルが低いためにね初心者用の初心者に合った内容のものがちょろちょろ出てくると思いますので、よろしかったらねチャンネル登録していただければと思います。ちょっとね今ねこのカメラ撮り進めてますけど、このカメラはねトラブルがなければ、チャンネル登録者1000人に達した時に記念にねプレゼント企画で出します。カメラプレゼント、第3弾はニコン F601 です。多分そんな感じです。それではね最後まで、見ていただきありがとうございました。またねちょっと連休前でねちょっと繁忙期になってるんで来週ちょっとアップできるかどうかかなり微妙ですけど、また動画アップしていきますんでまた見に来てください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくです。それでは。